この子ちょっと痛い子なのかなって思っちゃうんだけどよくない自己啓発本をたくさん読んでかぶれた人みたいになってるけどだからまあ来年ぐらいには何かいつの間にか詐欺師グループのすごい売り上げのなってそうだなみたいに思っちゃうけどちなみに自分は今フェラーリ買えそういや全然ですな何でも1位って書けてね本に書いてあるもんね俺も読んだことあるよかわいいそんな感じですなるほどなんでこんな中肉 ぽい感じなんで「<laughs> ハンターハンター」とか出てくる5年後にこれ見てみマジやべえから <laughs> 本当に俺やばい人間だったんだって <laughs> 感じるで桑名悠介と申します年齢は22歳で日本一自由で楽しいテレマーケティング六本木ヒルズで電話営業集団を作りたい株元社長さんのストックさんのフリーランスの営業バンジョンを作りたいです <laughs> 高校卒業後はフリーターといっためだ勝ちで進みましてその後は高校バスケの恩師のコーチとあとはあのブライダルの 時給1,300円のアルバイトを兼任しつつ金持ち父さん貧乏父さんとあとは20代で人生の9割が決まるあとは筋トレ実業家のテストスランさんの影響により企業資本家という道を決意しましてで700冊近く読んだ本の知見をもとに19歳で六本木でビジネス修行をしまして 光通信系のグループのテレマーケティングの会社にいてずっとトップセールスやってきましたのでその経歴をもとに確かにねこれ資料がなんか全体的に上滑り感してる感じが、はい、ちょペラペラめくってるだけでこの子ちょっと痛い子なのかなって思っちゃうんだけど、はい、なんかやたらこうねちょっとあんまり質の良くない写真いっぱい載ってたりとか、はいまあ、若さの勢いで可愛いとこあると思うんですけど。はい いずれは本当に孫さんクラスの商売を本当にしたいなと思っててソフトバンクグループの売上が5兆なので自分はいずれ10兆やりたいなっていうふうにもう本当でかい夢ですけど体現相互ですしまだまだ結果あの年商1億しか行ったことないので何も言えるものはないですけどとにかく自分は負けたくないというか行動する気があるのでそれを部下さんとかパートナーさんにもビジョンを共有してやっていきたいなっていうふうには んかよくない自己啓発本をたくさん読んでかぶれた人みたいになってるけどまず金持ちさん貧乏さんっていう人って大体詐欺師だよね、はいあはい、確かに多いです <laughs> だからまあ来年ぐらいには何か <laughs>、はい、いつの間にか詐欺師グループのなんかすごい売り上げの<や> <laughs> なってそうだなみたいに思っちゃうけど、はい、なんだろうねもちろんねその体現相互すごいいいことだと思うんだけど。はい まあ、地に足つけても、もうちょっといいんじゃないのとは思うけどね。だから、自分ができることとできないことっていうのをしっかり明白にして。やりたいこととやり、やりたくないことっていうのも明白にして。もうちょっと、なんかちょっとね、すごい頑張って、バスケットゴールに、ジャンプして届こうとしてるけど。クソ滑ってる人みたいになっちゃう。そうですね。はい。ちなみに、今チーム何人いるんですか?。えっと、十五名ぐらいです。全部リファラルで、円弧採用できてます。で、えっと、自分がトップで、一応、はい、代表取締役として。で、中間管理職は何人いるんです。えっと、五名ですね。 マネージャークラスはでその下に八人ついてるていう、ね、そうですねはい来年の年商は来年の年商目標はえっと十億はいきたいなっていうふうに思ってますで、はい、中間管理職に年収いくら上げてその下にいくら上げるんですか、はい、えっと中間管理職のマネージャーに関しては固定給四十五万ぐらいで渡そうと思ってて一番末端の社員に関して営業部の社員に関しては固定給二十五万円出したいなっていうふうに思ってます十億売って十億売ってなるほどはいですねあそれプラス部合部合ではい。 そこの資料に書かせていただいたと思うんですけど100万の売り上げの15%をインセンティブにしようかなというふうには個人的には、ね、その組織ってやっぱり仕事だから、ねはい、その部下にどれだけ稼げさせる能力があるかというのがトップの力量だと思うんの、ねはい、で、ね。はい だからその部下がさ自分たちのチームがねどれぐらい稼いでくれてどんな生活を自分たちの部下にさせたいか特にね中間管理職の5名の子たちがいるよね彼らがもうね1年後には弁当に乗ってロールスロイス乗ってみたいにさせてあげるのが経営者の仕事なんだけどそこのビジョンがしっかりしてると組織ってやっぱりいい組織になると思うんだけど。 そこなんか考考ええててますねまずタワーマンションに引っ越させることとフェラーリ1台買えるような貯蓄条件にさせたいというふうに思ってます月収45万でいやあの部合で部合で部合で稼いでもプレイヤーで入ってもらってマネージャーだったとしてもというかふうに思ってますあと月に3 0 0万ぐらいは稼げるだろうそうですねっていうふうに思ってますちなみにプレイヤーは他社さんでいいのでテレマーケティングをしてるプレイヤーでフェラーリ乗ってる人って何人ぐらいいるんですか僕は見たことないですねそれが多分現状だと現状です ちなみに自分は今フェラーリ買えそう？いや全然です。なんでやねん。んごめんなさい。いい <laughs> 買えないの？買えないです。なんでよ？え、あ、いや時間経てば買えますよ。ちゃんとしっかりこあの仕事するので。いやいやだってフェラーリを時間経てば買えるって言ってる人はいなくて、はい、別にねあの要は買う人は買うわけじゃん。四千万はちょっとあれ、ね、きついですか？きつい。僕はきついです。だけどそしたら部下に買わせてあげられないじゃん。あ確かに。なので僕が這い上がりますね。僕がプレイングマネージャーとして。 代だから、つまるところテレアポで人海戦術で取れる売り上げって限界があるんじゃないの限界ありますね、大体年収3000万にいかないんじゃない、さっきの竹内社長の話で言えば年収3000万とか取れないんじゃないのだってその電話をかけて、いはマージン抜いてるだけじゃん、結局ね。そうですねだから、そのマージンのむっちゃ高いマージン、例えばじゃあ、土地を売ってくれみたいな、でマージン1000万とか1億抜けるって話だったら別として、単価が安すぎてさ、効率悪くない そうですね B2C は効率悪いかもしれないです。なので B2B で,、ね、で入る可能性もありますね。法人営業代行というかはさっきのスクリプトだとちょっと B2B 弱そうだよね。はい、C も弱いっていうことは B はもっと弱いんじゃないのいや B2B の稼働経験あったのでいけますね。 それ、20日続けば、結構高い方だと思いますね、分かんないです、1位だったので、位エビデンスはありますりますね。いや、ごめんなさい、やっぱ負けたくないので、なんでも1位って書けってね、本に書いてあるもんね。俺も読んだことあるよ、ちっちゃい1位を見つけて、なんでも1位って書くといいよって、モンドセレクションみたいな。 なんか単価高い仕事した方がいいと思ってそうですね思ってますねそうなんか稼げない仕事を死ぬほどやると疲れるだけでフェラーリ買えないじゃんはいそうですね小の先生フェラーリ持ってでしたっけフェラーリ持ってますねさすがさすがすごいいやいやいやあのちょっと早すぎるさんに言われるともうねあの僕使い切っちゃうといいまあ営業マンのプロフェッショナル集団っていうチームを作って自分は2割抜きたいとそうですいうふうに思ってますね 一番欲しいのは、僕、一番見たいのは、教育マニュアルだね、そしたらね、どんな人でも優秀なテレマのスタッフに育てるよっていう教育マニュアルを持ってる会社ですっていうんであれば、そのマニュアルが見たいマニュアルは多分、研修資料って、ちょっと待ってそれが優秀だったらいいんですけど、あっ、これですね。ですね。これで教育していきたいというふうに思ってます。 なんでこんな中二っぽい感じなんで <laughs> なんでしょう僕の精神年齢が子供っていうのはあります。ね、低いっていうのはあります。自己啓発本の切り抜きにしかたんです。<笑><笑>ハンターハンターとか出てくる。ね、その結局、はい、年、年商一億稼げる能力あるわけ。だから、はい、それを今無駄遣いしちゃったってこと。ね、せっかく一年間で一億稼いだのに。ねはい、けど、人間って間違えないと気づかないことがたくさんあって。はい、例えばさ、五、はい、年後ぐらいに。 この資料さわざとタンスの下置いといて5年後にこれ見てみマジやべえから確かにこれねこれほんとタイムカプセルにも入れて庭の中にしまっときでマジで見てみ本当に俺やばい人間だったんだって感じるでそれは俺が例えば22歳の時もしかしたらこれ見たら感銘を受けてたかもしれないんだけどそれは俺らおっさんになっちゃったからさいろんなねなんか詐欺師も見て同じことようなこと言ってるさなんか仮想通貨売ってるバカとか見て歌舞伎町で遊んでていつかいなくなるやつとかも見ててさ そう,ですね、そういうやつらを見てるからこういうのがねなんかちんけだなって思っちゃうわけ、はい、今日頑張って作ってくれてありがとうね,うね本当にいやいやそんでもないですそう人はミスを繰り返して正しい方向に進んでいくから、はい、みんなそれはみんな通ってるわけよ、はい、だから多分大人としてそういうアドバイスになってるんじゃないのなるほど、うん、ではこれより最終決断に入ってまいります細井先生お願いしますはい僕は頑張れナッシングです、はい ありがとうございますはい、はい、三浦社長言ってましたけどね僕も最初ファミレスで4人で夜中までやってましたね、はい、で今ねその子たちが月に120万ぐらいは最低でも稼がせてるんですけど、はい、あの頃が一番楽しかったですねなるほどその楽しい時期をねすっ飛ばさないでほしいなと思います、はい、そのね地べた張った時期があってその後みんな稼げるようになると、はい、喜びもひとしお会社もうなぎのぼりも最高だと思いますね 1>,、はいはい、1年頑張ってください。はいありがとうございます